と今回が第1回目のスタートです。で各12会場に分かれておりますけど、私たちこのイオンモールでトップバッターとして演奏させていただくことを非常に嬉しく思っております。今日はよろしくお願いします。で私たちオカリーナトリオ3人娘ユキナ、自称団子3兄弟ならぬ団子3姉妹と自称しております。で先ほど今演奏させていただいたのは、皆さんよくご存知のジブリの魔女の宅急便からの仕事始めになります。今日はイオンモールのショッピングセンターで演奏させていただきます。その感謝の意味も込めて、スタッフの方々が今日は楽しくお仕事ができたらいいなっていう形で仕事始めからスタートさせていただきました。次ももう一曲、魔女の宅急便から優しさに包まれてお聴きください。
ございました、今オカリナ、皆さんこのオカリナってご覧になったことありますか？普通のオカリナってこんな感じですよね。でこれはもともとこういうものだったんですけども、音域が1オクターブ半しかないものですから、これはもうちょっと音域を広げたいというので開発されたトリプレットというこういうオカリナを3つ合わせて作られたものです。ですから吹き口が3つあります。ですからハーモニカのように横にスライドさせて音を出していかないといけないので、慣れるまでは結構大変です。重たいです。3本分がありますから。で今日はこのトリプレットのオカリナで全部演奏させていただきます。次は赤い鳥だとか瀬里陽子さんとかで有名になりました赤い花白い花、これをアカペラでお送りいたします。お聴きください。
次の曲ご案内いたします。アラウンドワールド80日間世界一周をお送りいたします。これはかなり古い曲でして、この時代の世界一周というのは今みたいに飛行機がありませんでしたから、例えば気球に乗っかるとか鉄道とか蒸気船とかを使って、その頃は旅をされてたわけですね。でその辺をこうイメージしてこの曲を聴いていただけたらと嬉しいかなと思います。じゃあお送りいたします。